私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。昔の仕事の同僚からいきなり LINE が届いたんだよね。まだ内容は見ていないんだけど、何なんだろう。ここ最近ほとんど LINE することもなかったし、なんだか嫌な予感がするな。私結婚するの。すごくおめでたいでしょ。だけどあんたは参加しなくていいから。いきなり上げて落としてきたね。それは結婚報告だけしに来たっていう認識でいいの？まあとにかく私の話を聞きなさいよ。私結婚するんだけど、その前に結婚式をするの。結婚式は2ヶ月後なんだけど、私すごく幸せ。そうなんだ、おめでとう。他にもっと言うことないの？え、何を言えばいいの？羨ましい。私も早く結婚したいとか、やっぱり恵子の方が結婚早かったねとか、いろいろあるでしょ。隠さずに正直に言ってみなさいよ。どこから突っ込めばいいのかな。私が結婚して子供もいること知ってるでしょ。だけどあんた離婚したらしいじゃない。だから今バツイチなんでしょ。なるほど、そういうことね。確かにバツイチだったんだけど、今は再婚してるんだ。うっそ、マジで？うん、去年の11月にね。だから早く結婚したいとかそういうのはないかな。まさかあんたが再婚してたなんて。ちなみに相手は誰なの？ハヤトよ、覚えてる？ああ、はいはい、覚えてるよ。前の会社で一緒に働いてたハヤトくんね。そうなんだ。あ、じゃあもしかして。何？何か言いたいことでもあるの？実は数日前、ハヤトくんから結婚式の招待状が届いたの。なるほど、相手はケイコさんだったんだね。は？なんであんたが連絡取り合ってんのよ。それはありえない。本当にいろんな男に色目を使うのね。同期だった時から思ってたのよね、この女あざといって。そうやっていろんなとこに唾つけてありえないんだけど。ちょっと言い方が悪いでしょう。ハヤト君とは最近偶然会って、それから連絡を。既婚者で子供もいるくせに男と連絡取るなんてありえない。私と結婚したら今後は連絡絶対に取らないでね。もし連絡取り合ってるところ見たら浮気だと判断するから。いや、そんなのさすがに無理だって。だって私たちは。もしかしてなるみさんって男女の友情は成立するとか言っちゃうタイプ？そういうタイプの人がすぐに人のものを欲しがるんだろうね。本当に人として無理なんだけど。人の話聞きなさいよ。ハヤトに招待されているかなんだか知らないけど、なるみさんは来ないでね。私たちの結婚式になるみさんは必要ないから。でも私が招待されたのはハヤトくんからだよ。いらないいらない、あんたは来なくていいから。せっかく喜ばしい宴の席にあんたがいるなんてありえない。だから絶対に来ないでね。理由をつけて適当に不参加にしといて。まあ私も体調の問題で2ヶ月後は参加できないかもしれないけど。そうなんだ、じゃあちょうどよかった。そもそも結婚式に参加してほしくないのに、なんでわざわざ私に LINE したの？あんたがバツイチのままだと思ってたからよ。バツイチだから再婚したいだろうなと思って。お先に失礼しますっていう自慢のつもりだったのに、まさかあんたが先に結婚してるとは思わなかったわ。とにかく結婚式には絶対に参加しないで。どうしてそんなに私のことを毛嫌いするのよ。無理、あんたみたいな真面目に何でもやってますみたいな人無理。私はサボりたかったのに、同期のあんたが張り切って働くから、まるで私の方がサボってるみたいに見えちゃったのよ。今自分でサボりたかったって言ったじゃない。そもそも私は別に普通に仕事していただけであって、あなたが隠れて休憩2時間とか取るから怒られたんでしょ。あんたも一緒に休憩2時間取ればバレなかったのに。上司から期待されているかなんだか知らないけど、同期としていろいろ比べられて困ったし、あなたのせいであの会社辞めることになったんだから。それはさすがに話が飛躍しすぎ。自分にできることを目いっぱいしていれば会社を辞めることにはならなかったでしょう。そういう真面目なところがめんどくさいって言ってんの。それにハヤトに色目使われても嫌だから絶対に来ないで。去年再婚したばかりでお腹の中には赤ちゃんもいるのに色目なんて使うわけないでしょ。体調がって言ってたのは子供がいるからなのね。持病の悪化とかで入院生活になればいいと思ったのに。それはさすがにちょっと言い過ぎ。まあいいや、とにかくうちの旦那に色目を使わないでね。
それから結婚式には理由をつけて不参加で、それだけ守ってくれれば文句ないから。結婚式には隼人くんから呼ばれているから参加するかも。その時の体調次第だけど。日本語がわからないポンコツ女ね。私が来るなって言ってるんだから来なくていいの。私は隼人くんのお祝いをしたいの。別にあなたのためじゃない。はぁ、確定しました。こいつ色目使ってます。は？どうせ隼人と仲良くなって私から奪うつもりなんでしょ。マジで無理なんだけど。結婚式来たら私あんたが帰るまでお色直しから出てこないから。子供かよ。とにかく絶対来ないでね。それから2ヶ月後、結婚式には参加したかったんだけど、思ったより体調が良くなくて、ハヤトくんには事前に説明していたんだけど、やっぱり参加できそうになかった。参加できない旨を伝えたけど、既読がついただけで返事はなし。結婚式大丈夫かな。結婚式当日、ちょっと何なの？さっきから1分おきに電話かけてきてうるさいんだけど。なんで電話に出ないのよ。今日はちょっと体調が悪いから病院に来てるの。だから電話には今出れない。今すぐ出なさいよ。長文で説明するのもめんどくさいし。一体何があったのよ。今日は結婚式当日でしょ。だからこうやって連絡してるんじゃない。だから出なさいってば。私の話聞いてなかったの？今は診察待ちで病院にいるの。電話には出られない。外に出れば電話できるじゃない。そろそろ私の順番が来そうだから、外にいる間に呼ばれたら病院の人に迷惑でしょ。じゃあ小声で電話に出れば。なんであなたのためにそんなことしなきゃいけないのよ。病院の中では電話できないから。今すぐ結婚式に来なさい。は？だから今すぐ結婚式に来いって言ってんの。間に合うでしょ。急いで向かってきて。なんであなたはこうも話が通じないのかな。私体調が悪くて病院に来てるって何度も言ってるでしょ。そんなこと言ってる場合じゃないの。ハヤトがあんたのこと探してるのよ。は？ハヤトくんがなんで？なんで結婚式場になるみさんがいないのかって。私事前に説明していたはずなんだけど、当日は体調が悪くなるかもしれないからってハヤトくんは気を利かせてくれて、一応参加人数には入れときます、当日もし無理だったらすぐにキャンセルしてくださいって言ってくれたよ。それに私1週間前からちょっと体調悪くてキャンセルの連絡入れたはずだけど。実はそれ私が。何？その、ハヤトがあんたと連絡取ってるのムカついたから勝手に見てトーク履歴消しちゃった。はあ？じゃああの既読はハヤトくんじゃなくてあなただったのね。じゃああなたの口から説明すればいいじゃない。そんなことしたら携帯を勝手に見たことがバレるでしょ。トーク履歴消してるんだからバレてるでしょ。酔っ払った時に消しちゃったんじゃないの？みたいな感じで適当に話流したの。それなのに LINE の内容知ってたらおかしいでしょ。じゃあ私が今からまた LINE すればいいの？ブロック削除した。はい？あんたが色目使ってると思ったからトーク履歴消した後にまだムカついて昨日ブロック削除したの。じゃあ私がいくら LINE を送っても意味がないってことね。あなたの口から説明するしかないじゃない。私結婚前に隼人の携帯を勝手に見ちゃったことがあったの。浮気されていると思って、でも結局その時は浮気されてなくて、ハヤトにそのことがバレてめっちゃ怒られたの。仕事のやり取りとかしてる携帯なのに勝手に見るなんてありえないって。ハヤトは携帯見せてって言ったら会社関係以外のやつは見せてくれてたから。そこまでやってくれていたのにあなたは疑ってたの？それでまた今回も勝手に見てトーク履歴を削除して。ブロック削除？あなたの味方はできないわ。そんなこと言わずにどうにかしてよ。私にはどうにもできないじゃない。自分の口で正直に説明するしかない。そんなこと言ったってハヤトめちゃくちゃ探してる。もしかして体調悪くて途中で倒れてんじゃないかとか言い出してる。そうだろうね。参加予定のはずなのに私が来ない。事前に体調が悪くなるかもっていうことは伝えていたし、連絡なしで来ないならそう考えられてもしょうがない。どうしようどうしよう。あなたが正直に言って謝るしかないってば。結婚式で喧嘩したくない。自分で蒔いた種でしょ。私は知らないから。そんなこと言わずに助けてよ。
鬼伝してこないでって言ってるでしょ。ハヤトが結婚式に参加していないなるみさんを探してるの。あんた何者なの？取引先の相手だからね。え？あなたが話を全く聞かなくて言えなかったけど、ハヤトくんとは今一緒に仕事してるの。ここ最近連絡を取り合っていたのも仕事の関係。そうだったの。てっきり二人は仲良しで連絡取り合ってるものだとばかり。新しい取引先の人が挨拶に来てくれて、それがハヤトくんだったの。プライベートの LINE はしてないし、普通に仕事の話がほとんど。ここ最近は結婚の報告とおめでとうっていうちょっとした会話はしたけどね。そこは見たけど、だからこんなに必死に探してるの？自分で言うのもなんだけど、うちの会社はそれなりに大手だし、多分ハヤトくんの会社の中でもトップクラスの取引先なんじゃないかな。マジ？そうとも知らず私はブロック削除して。しょうがないからハヤトくんに連絡してあげる。本当に？診察が終わって病院を出た後にね、 LINE ブロックされても一応普通の電話番号もあるから。なんだよかった、助かった。今回のこと全部正直に話すから。え？なんで結婚式に参加できなかったのかっていうのはもちろん体調不良もあるけど、どっかの誰かさんが変な LINE を送ってきたからね。ちょ、待って待って待って、お願い待って。あ、ごめん、私の順番が来たから診察行ってきます。結婚式楽しんでね。待って、ゆりとひまわりと恵子の LINE。 なるみさんの返しすごい最高でしたね。だけど体調不良で病院に行ったなるみさんに連絡をして困らせたことが許せません。妊娠中ってどうしても体調悪くなったりするもんね。どちら様ですか？なるみさんの親友のゆりと申します。同じく親友のひまわりです。はあ？今回の騒動は私たちも全部把握していますので、これからはなるみさんじゃなくて何かあれば私たちに言ってください。あ、じゃあなるみさんにハヤトには電話しないように言っといて。どこまでも自分のことしか考えてないんですね。え？なるみさんが電話して自分が送った LINE のことをバレたくないんですよね。当然じゃない、だって会社の取引先の相手なんでしょ。バレたりしたらどうなることか。そうやって自分のことしか考えていない結果が今の状況だとなぜわからないんですか？なるみさんにマウントを取るためにわざわざ LINE をして、結婚式には参加するなと失礼なことを言っておきながら、困ったらなるみさんに助けてくれと泣きついてくる。体調不良だって言ってるのに鬼伝してきたり、その状態で結婚式に参加しろって言ってきたり、やってることなかなかひどいですよ。本当に何でも知ってるのね。でもほら、私ちょっとやきもち焼いちゃっただけで、私の気持ちもわかるでしょ。全くわかりませんね。パートナーを信用せずに勝手に携帯を見た挙句ブロック削除するなんて正気の沙汰とは思えません。相手のことを信じていればそんなことはしないはずですよ。それだけじゃなくて、なるみさんに失礼なこともたくさん言っていましたし。それはそうだけど反省してるから。ハヤトがこのことを知ったら結婚がパーになるかも。大事な取引先の人にあんなことを言っていたなんてバレたら。それだけじゃなくて人間性が終わってますもんね。私だったら嫌だな、そんなこと言う人が。パートナーとか友達でも無理かも。いいから、なるみさんに伝えておきなさい。ハヤトに余計なことは言わないように言って。は？は？は？なぜ私があなたのために働かなきゃいけないんです？私はなるみさんと自分の家族のためだけに動くんです。今回はそうですね、あなたを地獄に引きずり下ろすために動くんですよ。はい？ゆりはなるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なのでなるみさんに迷惑をかけた人は裏の施設で怖いお仕置きです。私結婚式当日なのよ。そんなわけのわからない話についていけない。あ、やばい、ハヤトがめちゃくちゃ怒った顔で私のこと見てる。これ多分バレた。終わった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 。これぐらいのことで終わったと言えるなんて可愛らしいですね。ねえ、こんなの序の口というか全然終わってないのにね。だってこれからもっと恐ろしいお仕置きがあるしね。ねえ。あ、それ可愛い、もう一回。ねえ。言いませんよ、もう。ひどい、もう一回もう一回お願い。お断りです。終わった終わってしまった。旦那がめっちゃ怒ってる。
前の内容もバレた。それだけじゃなくて、勝手に LINE 見てブロック削除したことも。私と結婚生活を続けていく自信がないって。ついでにどうぞ、ここ1ヶ月であなたが不貞行為を働いた時の証拠です。な、人の携帯見て束縛しようとしているくせに自分が浮気？意外と束縛する方が浮気しやすかったりするものですよ。違うって、これは違う。そのワンナイト的な感じで覚えてないし、お酒の力で。婚約者なので慰謝料請求もあるでしょうね。違う違う違う。ハヤトさんとの結婚はなくなって、あなたは慰謝料請求をされる。それだけで終わりじゃないよね、今回のお仕置きは。花嫁衣装を着てせっかく着飾ったのに結婚できないのはかわいそうなので、私が所有している屋敷に行ってもらいます。は？何の話？そこは曰く付きの家で、結婚直前に亡くなった女の霊が出るとか。だから男性が入ると何もないのに、女性が入ると必ず怪我をするんです。そんな場所にウェディングドレスを着せたままあなたを放り込んだらどうなるのでしょうか。すごく呪われそう。遊び半分で入った女性は高速道路で事故を起こし半身不随に。不法侵入してきた女性は何かに取り憑かれたように川へと飛び込み行方不明になりました。あなたは一体どうなるのでしょうか。やだ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 、そんなのやだ。私はハヤトと結婚するの。ほら、ダメだと思ってたのに意外といけるんだね。あなたが仲良くしている玲子さんはレベルが違うんですよ。関わりたくないんです。変なユリ。一番変なのはあなたですけどね。その後、恵子さんとハヤト君の結婚は中止。携帯を勝手に見てブロック削除したこともそうだけど、ワンナイトで浮気したことが発覚。その場で全員に説明して帰ってもらったみたい。恵子さんの両親は怒り狂って恵子さんを怒り、その後みんなで頭を下げたとか。ハヤト君は結婚前に分かってよかったってご両親のことは責めなかった。恵子さんの結婚はなくなって慰謝料請求をされた。そしてその後彼女は怖い屋敷に連れて行かれたんだ。そこは古い廃屋で、少し歩くだけでもきしむ音がして、昔ながらの古い銀色のお風呂。彼女はそこから出ることができず、近くを通ると叫び声が聞こえるとか。ここ最近は窓に赤い手形がべったりくっついてるらしいよ。そしてその近くには苦痛に顔を歪める彼女の顔が。結婚したくてもできなかった女性の幽霊にとって恵子さんは妬ましい存在だろうからね。真っ白だったウェディングドレスは今頃赤色に染まっているはず。私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と去年生まれた息子のヒロヤ、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマル、この3人を育てている兼業主婦だよ。今日は休みだから朝から家でせっせと家事や子供の世話で忙しく過ごしていたら、ご近所のパパさんから変な連絡が来たんだよ。すみません、私もこんなことは言いたくないんですがね、もう少し常識ってものを考えてもらえないですか。毎度毎度迷惑してるんですけど。え、窓閉めてるんですけど、そんなに掃除機の音うるさいですか。まあ休みの日に朝から音がしてたら嫌だとは思いますけど、9時に掃除機かけて文句言われる筋合いはないですよ。は？掃除機？何を嘘ついてるんですか。そうやって私のことをからかって、妻のことを傷つけて、そんなことをして楽しいのですか。そちらの家は常識人だと思っていただけに残念です。いや、何言ってるんですか。私今掃除機かけてたんですけど、それと妻のことを傷つけてって、正直なところ私そちらの奥様とはあまり関わりがないですよ。ああそうですか。あんたは白状な人なんだ。何度もママ友旅行に行ってるのに関わりがないだと。この1年毎月2回は旅行に行ってるじゃないか。はい。今年の冬なんてひどかった。月に5回も旅行に行った時もあって、俺がなんでそんなに旅行に行くんだって言ったら、この辺りのママさんたちは旅行好きな人が多いからはぶられるって。あの、私は冬の初めに下の子を産んだんですけど。え？それに妊娠してから一切旅行には行ってないですよ。近場にちょっと出かけたのが日帰り旅行ってことになるなら数回は行ったけど、基本的にママ友とじゃなくて
家族と言ってますし。なんでそんな嘘をつくんだ。私はいつも挨拶してくれるし、真面目だし、あなたのことをいい人だと思っていたのに。というか、奥様はママ友旅行だって言ってるんですよね。なら私以外のママたちに聞いてみればいいのでは。あんたらがみんなで嘘つくかもしれないじゃないか。ちなみに奥様と旅行に行ったという話は聞いていません。え？そりゃ行っていない証明をするのは難しいかもしれないけど、いや、みんな結構集合写真を撮りますからね。みんなに写真を見せてもらえばいいんじゃないですか。どの写真にも奥様は写っていないと思いますよ。だって一緒に旅行なんて行っていないのだから。なんだそれ。だって水木さんたちにいじめられる、子供のためにも自分がはぶられないようにしないといけない、そう言ってうちの妻は泣いてたんですよ。奥様が嘘をついている可能性はないんですか。うちの妻が嘘なんて、そんなのありえない。ありえないことではないですよ。むしろよくある話だと思います。そんな、ありえない、ありえない。じゃあ協力しましょうか。え？私と私の夫で、まあ私たちも仕事やら子育てで忙しいので、付きっきりで協力できるわけではないですけどね。本当に俺の妻が嘘をついているのか。山田さんのところの奥様、ユナさんは物静かな人。顔は今時の若い女の子という感じで、めちゃくちゃ可愛いんだけどね。色白肌に華奢なスタイル、ゆるく巻かれた髪の毛と、まあ本当に可愛いんだわ。でもこちらから話しかけてもすぐにどこかに行ってしまうような感じだから、一人の方が好きなのかなと思って、普段から少し距離を置くようにしているんだよ。まあ挨拶程度の付き合いってやつだね。そんな人と一緒にママ友旅行、一緒に行かないとはぶられる。ないない。でもこのままじゃ私たちの名誉に関わる話だからね。私は夫と相談して山田さんに協力することにしたんだよ。1ヶ月後、山田夫婦の LINE。 ユナ、旅行先はどうかな。昨日泊まったホテルは良かった？あなた、うん、ホテルはすごく良かったんだけど、一緒のママ友さんたちがちょっとマナーの悪い人でね。でも私、みんなに強く言えなくて困っちゃう。そうなんだ。今回は水木さんは一緒なの？え、もちろん一緒だよ。うん、いや、ご近所の水木さん、さっき旦那さんと歩いてたけど。え、ああ、そっちじゃなくて違う水木さんね。特に珍しい名前ってわけじゃないでしょ。何？なんか今日のあなた怖いんだけど。ユナ、泣いちゃう。怖い。ユナ。ママ友旅行に参加してごめんね。参加しないとみんなにはぶられるの。今回の旅行費用7万円分頑張って家事するから許してね。この嘘つきが、二度と帰ってくるな。え？やだ、あなたなんで怒ってるの？怖いんだけど。今までずっと俺に嘘をついてたんだな。ユナはあまり強く言えない性格だから、他のママ友たちに使われている。でも本人が頑張って言ってるし、しばらく様子を見よう、そう思ってここ2年くらいかいろいろ考えてたけど、全部嘘だったんだな。なあに？どうしちゃったのよ。ご近所の旅行好きママさんたちに旅行の集合写真を見せてもらったよ。ユナが写ってる写真は1枚もなかった。どういうことだよ。それはユナ、写真写りが悪いから嫌いなんだもん。いや、俺と出かけるとよく自撮りしてるだろ。違う。ねえ、なんで怒ってるの？ユナ、なんかしちゃった？ユナ、謝れるよ。ちゃんと謝れる子なんだもん。ね？お前、気持ち悪いんだよ。は？旅行に行ってるのは本当だったんだな。それも一人で。で、現地の男に声をかけられるのを待ってたんだろ。何してんだよ、ユナ。お前、結婚してるだろ。子供だっているのに。やだ、何か勘違いしてるんじゃない？あ、もしかして、あなた他に気になる女ができたんでしょ。だから別れたくて変なこと言い出したんじゃないの？今思い返してみると、俺が何か指摘するとさ、ユナはいつもこうやって話をごまかしてたよな。ちょっと本当に落ち着いてってば。ユナ、 YouTube に動画投稿してるだろ。え？美人モデルが一人で旅行したら5人の男に声をかけられました。これなんだよ。てかモデルでもないし。何？違う。顔は隠してあるけど声はユナの声だ。服もバッグも
俺があげたアクセサリーも。違うの、勘違いなの。え、なんで？なんで俺が動画を見つけたかって？周りの人にいろいろ協力してもらったんだよ。協力？ユナの行動がおかしいことが分かって、何か見つからないかって。そうしたら、ユナの写真を調査して、動画を見つけてくれた人がいたんだ。10万再生とかされてるみたいだけど、これ収益化されてるよな。というか、ナンパされた自分を動画にして投稿するって、これどういうことなんだよ。何？それの何が悪いの？は？ユナ、すごくモテる女ってことじゃん。妻がモテてたらあなただって嬉しいでしょ。何を言ってるんだよユナ。お前ママ友旅行だって嘘ついてたんだぞ。それで男と遊んでたのか？はあ？ユナがそこら辺の安っちい男と遊ぶわけないでしょ。ちゃんと動画見た？いいねした？ユナはね、男を振る動画を撮りたいだけなの。遊んでなんかないもん。俺に嘘をついてやることだったのか？ちょっと怒られるかなとは思ってたけどさ。でも、ユナ可愛いよ。は？ユナが可愛いんだから、あなただって幸せじゃん。それに収益もあるし、結構稼いでるんだよ。それ、確定申告とかしてるのか？だって扶養に入ってるし。何それ、確定申告って何？税金も払ってないってことか。ユナ専業主婦なんですけど。ママ友達にはぶられるって言ってたのは？だから旅行に参加してるって言ってたよな。あ、それは嘘。は？だってユナ若くて可愛いんだもん。そもそもこの辺りのおばさんと仲良くするつもりないし。でもそういった方があなただって嬉しいでしょ。みんなにはぶられちゃうくらい可愛い妻なんだから。離婚だ。え？もう離婚だ、離婚だ。いや、なんかもうドン引きしちゃったよ。旦那さんから改めて謝罪されて、ユナさんとの LINE も見たんだけど、マジでぶっ飛んだ人だね。でもなんだろう、完全に人格が歪んでいるというよりは、いろいろバレちゃってごまかしているようにも感じたよ。それに旦那さんに離婚するって言われて、今度は急に慌て出したからね。2日後、瑞希とユナの LINE。 ちょっと、あんたらうちの夫に何したんだよ。ブスブスブス。ユナさん、今頃とんでもない顔で LINE 打ってるんだろうね。美人さんが台無しだよ。なんであの動画のことをバラしたの？いや、てかなんでわざわざ自分が不利になるような動画を誰でも見れる YouTube に投稿していたわけ？あんなの知ってる人が見たらすぐにユナさんだってわかるじゃん。今まではたまたま気づかれなかっただけでしょ。最初は本当に友達との旅行だったの。でもそいつがドタキャンしやがって、もったいないから私一人で行ったんだけど、そこでイケメンに声かけられたの。はぁ、まあでも好みではなかったから結構強めに振ってやって、イライラしてたから動画にして投稿してやったんだけど、それが10万以上再生されたの。美人が男を振るシーンって結構需要あるんだよ。旦那さんが見たら嫌になるとは思わなかったの？でもお金を見せたら喜んでくれると思ったんだけど、毎月入ってくる YouTube からのお金、お小遣いにしちゃって貯金がないんだよね。家事とか育児も旦那さんに任せてたんでしょ。これからが地獄だね。え、なんで？だって旦那さんと離婚するんでしょ。お子さんの親権も手放すんだよね。それに YouTube も再生されてる動画もあるけど、最近のは1000再生もいってないし。でもこれからお金たくさんもらえるんだよ。離婚したらお金もらえるって、女でよかった。え、黙っておこっと。その後、ユナさんは旅行費用を返せと言われ、ご両親がそれを払ったよ。そして離婚届にサインをしたんだけど、まあ当然養育費と慰謝料が発生するよね。旦那さんは強気に500万の慰謝料と毎月養育費を請求。あのね、ユナさん、慰謝料は女がもらえるものだと思ってたんだって。慰謝料は有責側が払うんだよ。この場合有責側はユナさんだよね。って言ったら急に発狂して泣きじゃくり、地団駄踏んで大暴れ。それを見た旦那さんはドン引き。うっすら残っていた未練も吹き飛んだって言ってたよ。今は朝から晩まで働き、肌や髪の毛もボロボロ、見た目もすごく老けちゃったの。やっぱり肌や髪の毛って大切だね。
私もヒロヤみたいなすべすべ赤ちゃん肌になりたいものだよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。